ま、これからマイクオンにします。今度俺が入れないの？オンになったよ。はい、部長がお花を摘んでいました。何を言ってるんだよ。じゃあとりあえずちょっとディスコの方で。ところでお花を摘んでました、まあね、入れないです。あ、入れた。あ、じゃあ入れないわ。俺ごめん、入れない。まあ変えようか。じゃあちょっとこれで感染できるにも限界があるんかな、これ。ああなるほどね。難しいね。今部長7位で6位で実況実況キノコ持ってるよ。2位まで来て。これ上なぁ部長、いやらしいね。サスケさん来ないよ。危ない。俺もね今ねタイムアタックでね部長のゴーストダウンロードして今頑張ってる。いい心がけだ。でも全然抜けない。無理。抜かれてたら悲しいよね。いやでも大してやってねコースとかあるからな。どうだろう。いや俺 F0 のあのところどうしてもやりたいと思ってやったんだけど全然無理だ。うわうわ。なんであんな受けるの最後のとこ。うわしまった。小野田今何位部長。今ね、5位。まずってるな。まずってる。赤コーラをなんか投げてるわ。4位か。まあ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 。これ強いところ。4位でした。まあ、2万台の人いて。じゃあここ抜けますね、じゃあ。え？だって入れないでしょ多分。どうかな。でも感染とこに入ってたって。感染は入れるけど、うん、この人たちが抜けない限りはどうだ。入ってこれたかな。あ、チョネフが入ってきた。あ、じゃあここで頑張るか。じゃあ俺ダメだな。あ、え、チョネもレースできるの。そうですね、うん、俺感染なのに。ね、あれ相棒さんじゃないよね。どれ黒いの。あんな感じだったような気がするんだけどな。あ、でも名前で出てなかったよね。前ボタンやってないから。うん、じゃあ違う。これディスコのまんまでいいのこれ。ああ、そうだね。変える。そうそう、うん、だからそれは。だってディスコ変えたら打つから。うん、あ、分かった。じゃあ、そっかそっか、ごめん、うん、いや大丈夫だよ。ジェンさん、じゃあ、入れたらそこのアプリで行くみたいなんで。はい。はい。ジェンさん、ありがとうございました。行きまーす。じゃあ、はい。ディスコに行きまーす。あ、ディスコじゃなかった。ボイちゃんに行きまーす。しまった。誰もやってない。うわ、誰も来ない。いいよ、まだ。うわ、やばい。うわー、マジかよ、ちょねんか。
ここで負けるときついよ。まあねかよ。ダメだ。うわぁもうねぇこれは失敗したなもう。あ入れるまでちょっと。あちょねちょね1位だ。マジかよ。あれ読まなくていいの。あそっか。あーちょねちょね、ま、くそやりやがったな。おめでとう西ロハとジョニー。なんか静かだね。さっきねディスコードだとこっちの声が届かなくてそっちに。あそうなの。なんかシーンとしてた、うん、別にみんなの会話をじーっと聞いてたわけではない。あそうなのね。なんで静かなんだろうと思って。ねえ、なんででしょう。これも、じゃあマイクもう少し下げればじゃ。下げる、なんか危ない。下げる。で、下げるって。そういうこと。うん、誰も抜けませんね。あらっぽりが部長だけ？そう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 。なんかちょねちょね声が変わったな。野呂さん、なんかもうちょっと違うんだよね。野呂さんの声かなと、うんうん、似てる。こんなもんだけどな。チャットの方でゴマさんとポムさんがいる。よし、じゃあちょねちょね今日は最後までだな。最後までいくよ。よし、じゃあ私も頑張って起きてよ。嘘嘘。だいぶ眠そうだったじゃないですか。うん、さっき眠かったけどね。ちょっとね、今ねおつまみで辛いの食べ始めたらまた目が覚めてきた。あーそうだ、マップがいつの間にか消えてたんだよな。なんでなんで。ここで復活させられるんかな。え消せるんこれって。うん消せるんさ。いつの間にか消しちまってた。あーハイレベルな人はそうするのね。違うわ。間違って押しまってたんだな。だからそうしてやる人がいるってことでしょ。そういう設定があるってことは。ちょねちょねってさ、なんかさ、喋るとさ、あのチャットの時のテンションと全然違うよね。ん？テンションっていうか雰囲気。よっしゃ。そんなことないですよ。あるよー。なんか全然別人だよね。いや、基本的に人見知りだから。あ、そうなの。確かに、確かにチャットと全然違う、違う。なんか静か。やっぱあれ、これマップ、マップどうやって出すか教えてください。これマップどうやって。ちょねちょね、わかる。ね、レース始まって、うん、最初にプラスボタンかな。あ、そっちをやんないとダメなんだ、やっぱり。じゃあそうそう、だからちょっと最初の10秒ぐらいしてる感じで。あ、はい、ありがとうございます。アプリの中にマリカーがない。え、嘘。あ、これね、確かに、うん、ねえじゃん、願って書いてねえじゃん、これ。
どうすると出るんだろう。入れると出るよね。入るとなのかな。それ感染、感染とになるとかな。あ、感染でも入れるみたい。感染に入れたらこの出るよね、自動的に。うん、これ多分スタートって押さない、スタートになんないと多分何年だろうな。ね、ゴマさんがね、うん、自分をハイレベルな人と確信して。違う違う違う。さすがだね。それ自分が言っただけで、俺は出したい派なの。出したいたとか、みんなそうだと思うんだけど。みんな出してるよ。ねえ。あ、やっぱり。あ、どうするんだったっけな。マップ。プラス ？X。X で音。ごめんごめん。あれ、ちょろちょろね、待っててくれたん。いや、俺はもちろん待つよ。えらい。違う違う、いいアイテムを取るために後ろにいないの。あ、そうなん、うん、ちょねちょね、人見知りなのか。うちらと一緒だね。まあ。あ、ジンさんも入ってる。いた？ジンさんいた？あれ、なんでポンドさんとか声しないの？やってね、うわ。ねえ、でもゴマさんも観戦組に来れたって。うん、サスケさんも来れたら来ればいいのに、ね、まあな。うわ、マジか。あ、あ、感染だってボイチャ来れないって。ああ、そうなんだ。ジンさんはじゃあここ入れたんだったら、じゃあボイちゃんとこに出てるよね、うん、きっとね、うん、よしよしよ。うわー、来たね。いや、たまたま運が良かったの。今、え、ポンヌさん今ちょねちょねでしょ。ちょねちょね。あ、似てるね、ポンヌさんと声が、うん、え、そう。あ、それは嬉しいね。似てる、そっくりそっくり。うん、だってどっちが喋ってるかわかんない。ポンヌさん来たかと思った。同一人物かもよ。嘘。それはない。それはない。ああ、ゴマさん入れないか。ジンさんどれ？ジンさんどれだ？青か。青かグレーか。メガネの人？でもジンさん2000台は行ってたわね。2000は行ってる。あれ、ポンヌさん何千だったっけ。あれ、ポンヌさんロビーでもボイチャできないだって。あ、ジンさんもできないって。一回アプリ閉じてもう一回開いた方がいいんじゃないかな。ああ、もう一回開き直して。あ、ジンさん、ジンさんどれどれどれ。メガネの人だ、黒い髪の、うん。あ、ポンヌさんと同じぐらいじゃん。あ、仲間じゃん。ゴマさんがね、なんだこの二人、後列走っても上位いけるのか、すげえな、だって。運が良かった、俺は。あの、ちょうど3段なった時に、ね、あの、ちょねちょね、スタート待っててくれたのに置いてけぼりにしたん。だから別に1周目のあのぐらいまだ全然回復できるからいいの。
うん、あ、そうだ、聞きたかったな。あ、ダメか、ダメ。あー、トゲが。眺め。ゴリラ。あ、しまった。許さん。もったい。許さんだって。FMC って何の略だったっけ？ん？多分富士？ FMC は富士モータークラブね。あー、富士モータークラブ。あ、うわー、しまった。いや、ごまさんが、へー、回復できるんだ、すごいね、だって。ん？ああ、その、うん、高いから、うん、いやいや、あれは誰でもできるよ。誰でも。ちょりちょりがなんかね、書いててくれたじゃん、詳しく。どこのコースだったか。最初わざと、うん、わざと出遅れてとか言って。で、途中で部長引いてとか言って。ふざけやがっても。そしたらゴマさんがそこアンダーライン引いて。じゃあベビーパークでいくか。あ、抜けた。あ、あ、ゴマさん入ってこれた。あ、じいさん終わったかな。緑の人来た。緑の人。ん？じいさん抜けちゃった。抜けたかな。誰でもできないんだな、これが。だってゴマさんが、いやいや、あの、いいアイテムが出るっていう。あ、ジンさんね、マリカ手が疲れるからやめるって。ありがとうございました。ありがとうございました。あれ、ゴマさんとか入っ…入ったよ。あれ違う違う、ボイちゃんには入ってこれないんだ。ああ、ボイちゃん入れないって言ってたな、さっきな。たまになんかね、おかしい時あるんだよね。あ、しまった、くっそ。あぶねえ。引きに来たな、あれ絶対。ちょろちょろね、うん、あ、ゴマコになってる。よいしょ。あー、負けた。ゴマコ、あ、3位だ、ゴマコが。おお。リロリロ。いや、入ってこれないんだな。入ってこれないね。あ、マネキーヌさん来た。おー、マネキーヌさん、よろしくお願いします。お願いします。マネキーヌさん、ボイちゃんに来てもいいよ。ポンドさんも早く来て。ゴマさんも入れないってなってんね。一回こ、あ、チョネフももう、こっちもじゃあ再起動、再起動する。あ、マネキヌさん、よろしくお願いします。マネキヌさん、お願いします。
アプリ一回閉じてもう一回開いて、うん、最初の画面にボイスチャットっていうのがあるから、それを選べば来れると思うんだけど、うん、開き直してみて。でもできない、多分やってるんだろうな。FMC になってるマネーキムさんも本当だノリがいいね。ノリがいい、話の流れが分かってる。じゃあこれでもそうなるか、ちょっとやってみて。ちょろちょろ、じゃあ待っててね。はい、一旦切るってこと。うん、切って再起動。俺たちもこのやつでも入れないのかどうか、うん、入れなくなったらちょろちょろ一人になっちゃうよじゃあちょっとやってみる。うん、入れた。こんにちは、ジェンです。うん、入れた入れた。ハロハロー。うわ、しまった。ハロハロハロ大丈夫だよ、ポンヌさんとゴマさん入れるよ、再起動すると。いや、しまったな。いや、うわ、しまった。あ、草助さんみたいな人がいたポンヌさんでしょ。あ、あれがポールさんなのね。うわ、危な。一応あれかな、グループ DM でモータークラブ始まったよってやってみた方がいいかな。いや、いいよそしたらプシーさんとか草助さん来るかもしれないよ。くわっ、くっそ。あ、ゴマさんに負けてるうっさい姉キムさん普通に強いんだよな。うまい。あ、優勝だったのね、マネキヌさんね。あ、ほんとだ。あれ、ポンロさんいなく、あ、いたね、ポンロさんいたね。なんで入れないんだろうな。うん、あ、ゴマさんが部長抜いちゃってごめんねだってうるさいわいちいちそういう報告いらないからもうポンドも遠慮せずに遠慮せずにポンド部長をやっつけてボイちゃんに入れたらいいのに。もうそしたらでもあれだわ、チョレチョレとポンドさんが区別つかなくなるわ。いや、わかるでしょ。わかるかな、そっくりだよ声。そっくりで2人へ入って入れば多分違いが分かるんじゃないかな。そう、やっぱりダメだ。だってポンヌさんが、もう携帯再起動すれば。
え、怖い。やった、あーしまった、くっそ、マネキンさん残念、うお持ってたんか、いなくなっちゃった。いた。あ、ゆきさん来てくれた。こんばんは。ゆきさん来たよ。あ、こんばんは。いやあ、届かんか。え、また1位マネキンの長野さん、もこれはチョネフが止められねえんだったら俺が止めるしかねえな、じゃあ。おチョネフ3位か。ゴマコとリロリロ、リロリロはどこだ。出すか。そっくりじゃん、ほら。だからセリフも。セリフも声も。よし、バレていくか。あれ、ポンドさん抜けたか。あ、ほんとだ、いない、落ちた。あ、え、違うよ、言った。棒読みっていうか違う、しながらだったから。あ、一回ゲーム起動し直してみるって。あ、なんか違う人来ちゃった。また開くといいね。でもな、ゴマさんも入れねえもんな。ゴマさんなんてもう4000いきそうじゃん。お、ハルさん、こんばんは。こんばんは。感染だって。ハルさんもでもマリカするんじゃなかったっけ。あ、そうだね、確かするよね。 あ、来れた。あ、何来た、押せたな。待ってたよ。あ、起動したら大丈夫だったんだ。ゲームを起動し直したらいけたわ。あ、まあ、任天堂も今混んでる。まあ、なんかちょっと不具合みたいのあるんかな。うん、まあ感染になっちゃったけどね。ああ、そうだね。すぐ入れるよ。あ、やっぱり感染でもボイチャできるんだね。ボイチャに入れるね。そうだね。やっぱりチョネチョネと、うわ、マジか、入れるのか、くそったら、くそ。あれ、部長。チョネチョネ残してった。いや、これはラッキー。怖よ。キノコ置いといて、それ俺の木だ。これ、俺が落としたキノコだよ。赤コーラ持ってますぜ。持ってますぜ。どうぞ、どうぞ。この辺はちゃんと見てかな。やばいやばい。あ、ゆきさん、チューハイ飲み終わっちゃった、だって。じゃあもう一本行こう。ゆきさん、今日は長いかもよ。
いやーかわいそう。誰が前の人、今俺爆弾置いたから。あああんなとこにボム置くのは人の業じゃん。あれじゃあちょろちょろそういうゲームでしょう。あれなんでわかんの。何がちょろちょろ。何が部長がやってることを。いや見てたんでしょ、だから。うん、あ、じゃあ食らったんだな、ちょねちょね。いや、俺は食らってない。あれ、でも結構離れてなかった。俺の前の人が食らってた。あ、食らってた。もう一本飲んだから、あ、もう一本飲んだら目が覚めたら病院かも、だってゆきさんが。え、ゆきさん強そうだけどな。あ、弱いんだ、ゆきさん。でもね、あの、いつもほろ酔い飲んだ後に。あ、ゴマさんも。あ、入れた、ゴマさん。あ、じゃあやっぱり再起動。まあ、ゲームの方再起動すればいいね。もう。一回じゃその試合抜けて入り直した。ああ、それでじゃあ入れるんだ。それで入れたんだ、ね。まあ、感染。そう、でも感染組になっちゃった、また。ああ、じゃあこれコンピューターだ。コンピューターってことなの。そんなことあるんだ。ん？切れるか。あ、切れた。ああ。あら。あ、ほんとだ。ハルさんが、ハルさんがポンの病院だって。どういう。だから、ユキさんが目覚めたら、ポンの病院にいるの。あ、始まった。ポンヌさんは入れてないんだな。ゴマさんはコンピューターかもね。あれ、偽物なんだ。じゃあこれコンピューター。あ、これそんなことあるんだ。花ちゃん番組になってたんだよな、なんでだろう。ポンヌさん、ユキさんの看病喜んでするよね。それはもう ね、もう付きっきりだよね。許さん。もう手厚いよ。なんで許さない。なんで許さない。部長が面倒見る。ゆきさん、部長が看病したいって。そういう風に言うと嫌だって言うでしょ。嫌なの。本田さんの方がいいって言いそう。危ね。だからさ。いやでも本田さん、あ、危ね。本田さんエロそう。そんなの決まってるんじゃな。決まってる、うん、当然俺かい。いやー、まあね、あ、当然健全な男子だから。でもさっき部長好きって言ってなかった。あ、そうだ、誰が言ったんだっけ。ポンヌさんが言ったんだっけ。え、誰が言ったんだっけ。ポンヌさんだった。ポンヌだ。ポンヌさんがC3PO が言ってた。C3PO。 あ、なるほど。ポンヌピーカー、ポンヌ C3PO。 そうか。あっくね。あおーおーごっ超ネフかよ。いや、まあここはしょうがないね。部長でもいいけどユキさんが言ってるよ。この顔。顔。この顔。どんな顔になってるのこれ。こんな顔。ユキさん。いいでしょ俺でも。ポンヌさんと私は安定のベイビーパン。そればっかりはやめなさい。ユキさんがね、チョネさんすごいなーだって。俺もこの前1位取ったんじゃなかったっけ。そういえばその時誰も何も言ってくんねえよ。言われてーなー。じゃあ頑張れ。頑張るんだ。部長なんか取っても言われないのに。だからさ、頑張るなー。
やったぜ、ポロさん。ナイス。てか、みんな連絡しないように。大丈夫、ポロさん、俺と、あれだから、間違いだから、今。西。よっしゃ。頑張ろう。あ、またこの、あれだ。長原さんも。嫌がられるよ。これがベビーパークなの。ああ。あ、チョンデフなんだな、じゃあ。後ろにいる。あ、これ本当は、あれなんだもん。最下位ってこと。いいアイテムが出るように。そう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 。まあ要はセコ技だよな。うわー、作戦と呼んでもらっていいかな。作戦だって。うわ、あー、しまった、大丈夫か。うわ、バカなバカい。マネキーヌさんに抜かれた。あっつね、うわっ、まあ3位か。あー、届かないか。あ、よしよしよし、おー、いいじゃん。部長を引けなかったのが失敗だったな。もうちょっとだったんだけどな。ドスイ席さっきミラーだったからもう一回やる。ゆきさんがね、草助さん練習頑張ってたけど来ないかなだって。あれさっき、あ、マリティンにやってたんだっけ。どうだったっけな、マリティンのこのニスクがやりたいけど、まだ実践向きじゃないな。ニスクね、ニスク。え、何ニスクだって。何ニスクって。ノーアイテムショートカットか。ショートカット。あー、普通はキノコが使って。部長のポスト見て頑張って覚えてるんだけどな。あー、ここ難しいよ、それなりに。ね、マネキンさんがさ、上からここでの1位は9割運だって。そんなことねえよ。9割運だって。そんなことはない。俺かい。マネキンさんすごーいってなってるよ、ゆきさんとハルさんが。すげえよ、本当に。これだよ、これ。おお、ゴマコ。ゴマコ。キノコ持ってるぜ。あ、キノコじゃねえや。赤が。赤。危ない。あの人危ない。あの人、コーラ持ってる。予告しておいて。あげたでしょ、でも。あの人、コーラ持ってる。前行けたんで。誰かポケットを投げて。あ、来た、投げたよ。やったー、チョネチョネか。あー、まあ、ちょうどよかった。あぶね。あ、ゴマコが前行った。いや、でもこれじゃ逃げ切れない。うわ、マジか、ここで取る。これ。ああ、抜かれた。気をつけてよ。危ね。
大丈夫だったね。そう、さすがに気をつけろって注意喚起ができるほど余裕か。違う違う、そうじゃなくて、ほら、カメ回してたからさ、一員の人が。俺はそんな余裕もないわ。部長の気をつけてがなかったら俺避けてない。おかげで部長抜いて2位だったけど。いやでも成果出てるね、練習の。コマさんすごい。あ、なんか今のはトゲゾーラッキーだったけど。コマさんなんて C マイナスじゃないもんね。急にいじけ出したよ、一人。大丈夫だよ、こんな。大丈夫だよ、そんな。結局私はあのユウキさん、いちいちこういうこと書かなくていいですからね、もうゴマさん、部長に勝った、すごいだって。ありがとう、ユウキさん。ゴマもの乗るんじゃない、もういや、ユウキさんに褒めてもらったらやっぱり嬉しいですよ。嬉しいもんね。嬉しい。あ、ハルさんも褒めてくれてるよ、ゴマさん。願いを先に言うのを。なんでやねん、もう、ハルさんも。いや、あの、青カメが、トゲゾウがなかったら俺が1位だったでしょ、あれ。あれ、なんかチョレチョレが投げたっぽくなかった。あ、そうだったんだっけ。うわあ、しまった。うわうわ、まずった、まずった、部長の言うまずった。まずった。うわめっちゃ邪魔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 とか言われてんな。どういうこと。落ちてった、部長落ちてった。落ちててないよ。落ちててないよ。落ちてたように見える時あるよね。 あ溶けそうだ。危ない危ない、なんかキラ来てる。うんね、あー、引かれた、やっぱり。ポーヌさんだな、あれは。あ、チョレチョレ吹っ飛ばした。うーわー、これはマネキンさんにも引かれた。終わった、あ、終わった。もう俺はもうそもそも12位最下位抜走中だけど。あー、ゴマさんは3打だね。いや、ごめん、キラーとスターしか出なかった。まだまだ、あ、まあまあ、でもまだね。あはこれホームだ、ごめん、先誰かいる。待て、うわ、しまった、当たるかね。あー、死ぬ。あ、ゴマコに抜かれた。やだやだ。なんか、どれ怒ってたの。サンダー来てくれ、サンダー来てくれ、サンダー来ないか。うぅー、マジか。あ、ちょうねだ。引いていきやがったら、わざと。抜け、ちょうねフォー抜け。抜け。あー、抜けない。最下位争いがすごい。やったやった、俺4位だぞ。お、すごい。そう、ゆきさんが邪魔扱いよ。トネさんと部長に勝ててるのは嬉しい。はい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 。あー、さすがだな、ママさん、はい、ありがとう。はい、あともうちょっとで4000だ、俺も。おお、5000以上いくと C ぐらいになるのかな。あ、そ、まあそうでもねえか。まあ、じゃあ部長は S？ どれの場所だ。 S もいけねえよ、俺だって。 B マイナス、C プラスぐらいじゃねえの。C プラスから A プラス、 B マイナスぐらい。2プラスなの。俺ももうダメだ、今士気が下がったわ。急に頑張る士気下がったで。ちょろちょろ B マイナスぐらい。あ、まあそうだな、 B マイ、 B マイ、 B、
B マイナスから B。 あー、しまった。本当にありがとう。今失速してたとこなの。ありがとう。でも大丈夫、バナナにやられたから安心して。ギリになった。これは怖い。あ、ダメか。ゆきさんが部長って泣いてる。なんで？ん？成績悪かったから。なんで成績悪い時だけ反応するんだ。ハルさんがね、部長頑張ってだって。ありがとうございます。あ、ココミンさん、こんばんは。あ、こんばんは。よし、ナイス。ごまさん、強いですね。ありがとう、ココミンさん。それ、火ついてていいんだ。投げると爆発する。へえ。よっしゃー。まあ、これはラッキーだな。ラッキーの1位だな。まあまあかな。おー、4位。安定してるね。すごいすごい。あ、4000いったじゃん、ごまさん。やったー。すごい。やるね。ハルさん、ココミンミンミンだって。あ、ココミさん、こんばんは。あ、超なんか淡い感じのミル。あ、ね、見て、ゆきさん、部長すごーい、この顔。逆に傷つくわ、これ。4000おめでとう。このテンションの違い。ださん、はるさん、ありがとうございます。やがる。さすが部長。ココミさんも、あ、部長本領発揮ですねだって。ありがとうございます。はるさん、ほらよ、部長。ありがとうございます。あっぱれ部長。ありがとうございます。全然バカにされてる。だんだん来てな。最初と違っても。あれ、ボムさんどうした。いきなりチャットの方で。ん、この顔が出したかったんよ、多分。失敗した。マネキーヌさん、マネキーヌさんもさすが部長だって。それ、いや、マネキーヌさんだって最初の方な、1位連発で取ってたからな、ね、頑張んねえとな、止めないと、マネキーヌさんを。いまいちことわかんねんだよな。あ、あ、ゆきさんがテンション上げて応援してくれてるよ。本当に。いけいけ部長って言ってくれてるよ。そして下げるっていう作戦か。うわー、いいな部長。また引き上がるわ。あんな感じショートカットあるんだ、初めて知った。勉強不足。あ、しまった。まずいまずい。こんな男、あれ、なんか変になってるな。何が？
ん？あ、なんかポンズさんが来た。あ、違った。ポンズさんじゃなかった、ごめん。ポンズしか出ねえよ、これ。誰かが設定変えたの？違う違う、なんかバグった。うん。この林でなんかショートカットができるのを知っている。うわあ、しまった。お、ボンドさん抜かれた、俺。すごーい、ね。こんなコース初めて見た。あ、そう？うん。あぶねえ。うわ、ボンヌさん来た。あれや、お得意のハルさんがね、ボンヌさんはどこにいるのかな、だって。あ、リロリロだよね、ボンヌさん。うん、まあこれはラッキーだな、これ。ん、山ちゃんさん、山ちゃんさん。こんばんは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 。さよなら。なんでさよならな。いや、もう抜けてったからでしょ。え、抜けてった？あ、そうなの、うん。私ね、画面暗くなってて見えない。あ、つければ。だってつけるとさ、うん、切れるかね。一旦、うん。エキサイトバンク。来た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 。さすが、少年さんと部長、ツルツルツイスターだよ。っていうか、違う、俺ね、だ、大体まず苦手だっていうだけで、もう。ツルツルツイスターも部長のゴーストと一緒に走ったけど、全然抜けんね。そう。まあ、そういうに限ってここ行くんだよな。あ、ココミさんがね。あ、ヤマタンさんいるね。いるけど入ってきてないんかな。一旦入ったけど、うん、やめたんじゃね。 あの、チャットは。あ、チャットじゃない、ボイちゃん。見てみれば。いや、来た、入ってないよ。あ、入ってないんですか。4人で。なんか起きろ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 。マジ、なんか。まあ、そんな、序盤に、そんな、序盤から。これからね。なんか、少年さんのおかげで俺、なんか、コースアウトを免れた気がする。なんか、すごい押された気がする。微妙に、ね、ポンヌさんと、チョネチョネそっくりだけど、うん、声ね。微妙に、チョネチョネの方が、爽やか。もう悪口だ、悪口だ。微妙にだよ、なんとなくちょっとだけ。あれ、チョネチョネは受けなかったね。え、受けなかったね、チョネチョネは。受けた、受けた。あぶね。あー、しまった。あぶね。もうちょい拭いた。拭いた。赤持ってますよ。全部遅くなる。しまった。あぶねー。なんか投げてきた。なるほどね、そういう使い方をするわけだ。いや、ちゃんと当てるように投げないとダメなんだよ。あ、いっぱい、なんか、いっぱい飛んでくる。よいしょ。でも、みんなに続けた。ねえねえ、ココミさんがさ、ポンヌさんリロリロって言って考えてさ、うん、ハルさんがさ、ロリロリだって。
定はしない否定しなかった否定しないあ、部長がお花摘みに行った。あらま、部長ごめん、遊ばせなんかいつ、うん、うん、あ、なんでもないです。もうね、どっちかわかんない。ポンヌさんかチョネチョネか。チョネです。チョネチョネ似てるよね。ポンヌさんもさ、自分で思うでしょ。あ、偽ってんの。あ、始まった、部長。部長始まったよ。あ、エボタン押して。検証だ、検証。え、走んないと終わっちまうからくっそ、思ったより早かったな。チャンス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 。いや、まだこの時点じゃまだ追いつけると思うんだよな。アイテムが、いいアイテムが出るから。まだ追いつけると思うんだよな違う違う、アイテムがいい、いいのが出るから。うわ、俺このステージ好き。おお、だから大嫌いな方法。俺もに、どっちかっていうと似てる、苦手だな。高速道路走ってる気分です。ああ、こういう感じなの。なんか遅いね、スピードが。そう、広い、広い。これ100？ いや、100は多分。ああ、そうだと思う。ゆきさんはね、部長手洗った、だって。手洗いましたよ、洗ったから遅くなったの いや、しまったな。そろそろ行くか。カムさん、部長の余裕だって。違う違う、余裕じゃないけど あんまり悪いことはするもんじゃない。なあ、でもやっぱりだな。まあまあまあ。チョネチョネ1位だ。くそ。まだ追いつけるって言ったじゃない。違う違う。ちょ違う。まだそんな。じゃあレインボーロードいくか。もう これはレインボーロード来たらショートカットの練習。ネットの環境がいいのかな。もう一回ワリオ、もう一回ワリオ、レインボーワリオ。ああ、お任せで。いや、俺ここ選んでるけど、ポンヌさんの確率高いだろ。マネキンさん、どうした、調子が落ちたか。犬ちゃん頑張れ、だって、ハルさん。ポンヌだぞ。超F に2連続はさせんぞ。もう終わったわ。まだまだ大丈夫大丈夫。あー、あのショートカットを飛ぶ勇気が。いやー、しまった。あ、バカめ。いけた。
かん、ごまさんだ、あぶね。うわ、なんだあのゴリラ、うわやっぱ継続してんだ、うわあ、ゴマさんにも抜かれた、あ、なんだね、うわ、マジかよ、もううわまずいまずい、うわーブーメランかい、うわ独走状態かい、なんかみんなポンポン怒ってくな、コインが欲しいね、サンダー来てくれ、サンダー来い、サンダー来い、やめて、よっしゃナイスサンダーサンダー来るぞ、コーニング部長感謝してよ、ありがとうございます、コーヌさんがやってくれたんだ、だからこういうところが好きも、あーマジかくっそナイスサンダーだったのに、あ、ごまこ、うわくそ、あ、ごまさんに負けたかも、負けた、やったぜ、あ、ちょれちょれまた1位だ、くっそ、不調と見せかけて2位に入るっていう、マネキンさんさすが全然放火していけないね、しまったな、許さない許さないそろそろ本気を出すから、うん、元得意、あ、ゆきさんがね、部長調子悪いねーだっていや、調子は悪くないんですよ、別に、いや、俺らが上手くなってるってことでいいのかなそうだね、いや、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、いや、でも本当にそうだよ、みんな生かさらってくぜ、ねえ、まずい、うわマジかよ、緑が当たるとかも悔しい、馬に見てろ、ハル、うん、さんがチョネさん早いね、うわあれ、香織さんいる、嘘、いた、香織っていう人はいる、香織さんかわかんないけど、こんばんは、あぶね、あ、多分そうだ、そうだ、うん、知り合い、あ、フレンド、フレンドなんですよ、うん、俺もねフレンドに、どんもりででしょ、そうそう、サンダーサンダーサンダー来い、またもうほら女の子の名前だとすぐポンヌさんが反応するあーもうマジかー、もううわ、
くっそーもう、うわっ調子悪いね調子悪いですねそれは上位取ってから言う、上位を取ってから。ちょねちょねでしょ。え、今1位ね。うん、今は上位取ってるの。今の声。そうだよね、今ポノタンじゃないよね。うん、ちょねちょねだよ。あ、そうなんだ。上位取ってるよ。ごめんごめん、似てるでしょ。ごめんごめん、ちょっと爽やかな方だったんだけど。ミラーか。どうしようかな。これこの前ゴールドウィークに買ったロモンドを結局何にも飲んでねえよ。どっかで飲まない。飲んじゃねえよ。今飲むのはちょっともう夜遅いから。ゴンマさんにその夜遅いっていう概念がある。ないない。一応あるよ。一応躊躇するよ。いや。運転があったりすると。おっと。うわあ、もうマジかよ。うん、危ない。あ、部長発見。いる？見える？ポンヌさんが前を走っている。ああもうマジか。サンダアップねー。どうなってんこれ。もうすごいな、アイテム祭りだ。なんか出ろ、なんか出ろ。あーもうダメだ。いやまずい。くわ、よしよし、部長は抜いたよっしゃ、よっしゃ、わかった、わかった。何がわかった。部長そもそもじゃあ俺も出すな。じゃあお、部長もポンヌタンの決め台詞あ、やっぱりちょねちょねのお友達。そうです。音符マークがついてる人。そうです。なんて読むの。カナルさん。そうですね。ほらほら、チームな感じなの。いや、朝チームではない、チームではないけど朝遊ぶ仲間たちって感じ。よくツイッターに上がってる人だね。そうね、音符の民。音符の民。音符の民。いつかそれに貼り付けただけです。めっちゃ強いやんけ。
すごいじゃん、4万8千じゃない。ほんと4万8千だ。チョネチョネの友達だって。うん、最高か。じゃあポンヌだ、とりあえず部長集中放火で。なんでやねん。あーもうポンヌだ怒ってなかったかね。なんだこの音は。ポコポコ。あ、ごめん、多分俺のコントローラーの音かもしれない。あ、そうなんだ。ダースベイダーの音だ。候補言ってるやん、候補。ナイス。うわ、ひどい。マネキンさんだ。待って、マネキンさん。待って、ごまさん。くっそ、引かれた。うわ、ありえない。ハルさんがね、うん、ロリロリもう少しで部長に勝てそうだった、だって。ありがとう、ありがとう。ほんとダスターだし、当たんないで頼むから。当たるんかい。そうそう、怒っちゃった、怒っちゃった。避けた。ああ、キノコで。ああ、よっしゃ。ああ、マジかよ、もう。あ、もう無理だ。え、かおりさんが来てんのこれ。かおりさん2位か。怖い。よっしゃ。なんかでっかいバナナみたいの。ん、そんなのねえな。あったよ、でっかいバナナ。そんなねえわ、でっかいバナナって。昔はあったけどな、でっかいバナナ。ん、あ、そうなんですか。あ、まあゲームキューブの時代だけどね。ドンキーとディディのスペシャルアイテムがでっかいバナナ。へえ。さあ、こっから俺の連続1位が始まるかな。あなた集中砲火だ、とりあえず。とりあえずね、とりあえずね、じゃない。自分の順位を上げるように頑張りなさい。いや、それをやれば上がるはずなんだよ。うわ、ここミラー連続だ、連続だね。ミラーになるとな、もう経験不足が。もう出るんだよな、これな。みんななんか言ってるぞ。みんなもそうなんよ。ミラーだと嫌だなって思うでしょ。いや、俺別にそうは思わないな。逆に経験がないからさ、どこも変わらないんだよね。なるほど。めっちゃ覚えてないから。いいね、ポジティブに考えて。うわぁ、うわ、なんで変なドリフトの仕方したな。危ない。しまった。
どうしないっす。見えないな。しまったか。うわ。うわ、落ちるかね。あぶね。うわ、うまいな。そこにバナナ置くんか。どういう技か。うわ、怖い。止めー。危ねえ。キャー。危ねえ。まあ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 。おお、まあね、おまあだ、まあだね、まあまあまあ、誰今誰も信用してない。そうね、今絶対最後でしょうって思った。まだサンシャイン空港、まあね、ここみんな走ってない。あ、あそこだけ走ったよ。サンシャイン空港だな。ネオクッパシ嫌いなんだよ私。なんかいつもよりドリフトが滑る感じがするんだよ。雨降ってるせいか。めっちゃ調子悪い。悪くなってきましたね。後方サンダー狙い部長が飛んでる時だな。よし。あれ他にいなかったっけ。ロゼッタ、いだ、ね、最初ポンヌさんもめっちゃ調子悪いって真似してるよ。違うだろ。あ、ほらもう、もうそういうこと言うからもうスタートミスるんだよね。もうあれ 200? これあ、そうだよね。ああしまった。まずくね。エブってなった。ああ。うわ、マジ。あ、マネキンさん変えたんだ。今ピコになってるね。ねえ。もういかんかとでもない。うん、なんだ。くっそやられた。俺が最下位か。最下位かね。ポンヌさんがいた。ポンヌさんいた。いや、ここで3打出るんじゃないぞ。バナナだって。マジか、くっそ。くっそ、来た来た、持った。
ねちゃんね1位だ。ごまさん3位。いやありがとうございます。ごまさんじゃんじゃん増えるね。本当にもう部長がね、下に行ってくれれば行ってくれるほど私はがっぽり入ってくる。そうだね、くそ。実はさっき走ってないんだよね、リンゴロード。ポンヌさんとかの。そういう存在になってしまった。頑張れ、ポンドさん頑張るんだ。全然近いわ。よしよし、ありがとう。そのレインボーロードは好きなの？いや、64が好きだったからこのレインボーロードが好きなだけで。ああ、なるほどなるほど。コースが得意なわけじゃない。そっかそっか、これあれなのか。前のレインボーロードだもんな。昔のレインボーロードあったよね。レインボーロード。ああ、まあ全多分。近寄ってきたから。だからさ。やりやがったー、覚えてろよ。あー、しまった、くっそ。ダマダマダメ。部長、悪いってことするとそういうことになるんですよ。違う違う、ゴマさんの方から来たよ。そうなんだよ。あぶねー、うわ、マジか。やばい。うわ、ごまこ。ごめんねー。うわ、くそ。うわ、もう。やばい。これは頼むって。3だ、よっしゃ。うわ。いや、まあ痛くもないけどね。そう、まずい。今回もありがとう、こんなレートもらっちゃって。あ、マネキーヌさん、ごめんね、ポンヌさん。ココミさん、ゴマさん、マリカ極める勢いですって。いや、ココミさん、それは勘違いしてますよ。ヨッシーバレーまだやってねえか。あれ、やったっけ。ポンヌさん、大丈夫。ポンヌさん大丈夫？体調は？大丈夫です。大丈夫です。なんか大丈夫です。なんか変になってきたもんね。そうでもねえか。うん、あ、ポンヌ来たよ。あ、来た来た。得意得意。もう得意、もう得意。しょうがない、林のショートカット知ってるからね。林のショートカット。わらわら、林の木で詰まるんだよ。ああ、俺もここそこな。よく引っかかるんだよな。ハルさん、犬ちゃんやったねー、だって。ああ、まずったまずった。まずったが浸透して嬉しいね。いや、言うでしょ。言わねえ。言わないよ。言うんじゃねえの。でも多分誰も言わないよ。言うって。ああ、しまった、しまったしまった。これを言うようになったよ、まずった。ポンドさん言わないよね。言わない。ねえ。新潟の言葉でもない。新潟の言葉ではないでしょ。そうだよね。
いや別に方言でも ないだろうけど。でも言わないよ。なんて言うんだじゃあ。ミスったとか。うん、まずいとか。部長のとこはね、そいがのーみたいな感じで喋るんで。あー、それは違うね。違う。ポールさんとこは？ここがショートカットなのか。なるほど。ポールさんとこは標準語。違うでしょ。あぶ。サンダー来ないか、どこで来る。うわ、来ない。サンダー来い、サンダー来てくれ。いや、やばい、これはまずい。怖え。うわ、なんだこれ。危ない。あ、お化けなんて初めて見た。見てるでしょ、たぶん。うーん、ダメだったな。ノリノリ頑張ってください。ここみんさん。ありがとう、ありがとう。ノリノリって。いろりろでしょ。ハルさんがつけた。あ、何本塗った。あの、頼むよ。じゃあ、じゃあエロで。じゃあエロって何。ジャイロって、そ、あの、リモコンごとこう動かすんだよね。ああ、そうやって運転するってことでしょ。すげえ、そんなんできるんだ。やってみれば、パンダさんやってみれば。一回やってみようか。ポールさんやってみようかな、だって。あの、ハンドル持ちしてするんだろうな、多分。コントロール。ボタン押さなくていいの？ボタンを押さなくていいの、これ何人も。これボタン押す、押しながらでしょうね、多分。おぉ。一回普通に、一回普通にやる。いいよ、普通にやって。切れるか、なんか。一個の操作がハンドルになる。はぁ。本当に運転してるような感じにやった。あ、そう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 。多分超難しいよね。あーあー、決まった、アイテム取れない。みんな冗談で言うんよね。ジャイロでいきますね。そうなんだろうな。ちょね、静かだな。ちょねちょねいた？マイクが遠いのよね。遠いのか。危ない、危ない。あの人危ない。ゴマさん、あ、抜かれてった。だが許さない。うーん、ワークインがいっぱい。決まった。コイン10枚なんだ。コイン気にしちゃった。いらないじゃん。うーわ、あのアマネさんって人、ルートを俺必要に。
ってみてくれ。ありがとう。また部長は爆弾で。いや、やるでしょ、でも。かわいそうだな。そう。どうがいいって。やっぱ最後爆弾に含まれて。お、すごい、上位を締めてる。リロリロ、ポンヌタン、トップ、取ってだって、ココミンさんが。任せて、だって。ポンヌさんがじゃあジャイロでジャイロでどうやって設定すんの。どうすんだろうな。どうするんでしょうね。この前の Y ボタンで全部できんじゃねえ。 Y、 ああ、機体選ぶ時だから結構忙しいかもね。あ、わかんないな。ボタンは一緒。ボタンは一緒だと思うんだよな。俺もやったことないからいまいちわかんないんだけど。俺もさすがにハンドル操作無理だわ。よっしゃ。ジャイロの人の方がレートの得点高くなるとかそういう得点ないんかな。うわ、ミラーか。ミラーか。チョレンジャイロだった。チョネフのフレンド、うん、ほら FMC がついてる。入ってくれたんだろうか。辿れないだろ。多分全然分かってないでつけてるよな。あ、違う、侮れないってなってるんよ。ああ、そうなんか、部長がつけてないというFMC。 あうわ、全然わかんない。うわ、くそ。これすごい脳の運動になるね。ショネフ残念。ここはショートカッターやめとく。うん、うわ、マジか。はい、ごまこごまこ。あぶねえ、あぶねえ、こ、あぶねえ。狙ってきた。あ、みんな狙ってきたよ。危ねえ。やられた。危なかった。危ねかった、本当に。ちょうど一個分ぐらい。ありがとうございました。まあ見てないでしょうけど。次で終わるのかな。チョレンチョレンの友達なあ。ポンヌタン、ドラゴンロードか。ポンヌさん、ジャイロは？
いいよジェイドは。もう二度とやらない。あ、やってみた。やってみた。ハルさんがなんか言って。面白かった。いや、全然ダメだった。全然ダメだよね、やっぱり。あ、ハルさんがね、ポンロさんの1位が見れないので寝ようかな、だって。ね、ダメだ。待って、あ、でも、寝れなくなるかも。危ねえ、ポンロさんに取られた。ラグだぜ。コインがねえな。うわ、来た。うわ、無理。いや、マジかよ、もう。うわ、超年不明。まあ、これはしょうがない。しれっと抜いてったよ。だからさ。あ、マネーキングさん爆弾食らったな、さては。俺の爆弾を。また爆弾。いや、しゃ、1位走ってたからあれでしょう。出やすいでしょ、やっぱり。かわいそうに。ココミンさん。違う。絶対、だって、トゲゾウ来てるのに、何にも、爆弾持ってたら投げるでしょ、後ろに。ココミンさん、ハルさん配信終わるまで寝ちゃダメだ。ココミンさんもなかなかあれだな。厳しいな。でも配信終わるまでって今日24時間放送だからまずいよ。寝られないよ。24時間って何時までやらなくちゃいけねえんだ。え、9時。夜の9時ぐらい。今日の4時まででしょ。そんなんできるわけない。8時50分ぐらいからさらに歌うな。さらに歌い始める。いやもうきついわ。頑張って2時半だな。頑張って。いや、もう2時で限界だけど。そう、だからさ、あ、ちょねちょね、今ちょねちょねでしょ。あ、そうかね。ポンヌです。ポンヌです。嘘なんよ。いや、ダメか。くらい。あー、しまった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 。あー、おー、ハルさんがポンヌさんだって。ココミさん、ココミ起きてますよ、起きてますよ、だって。あー、くそ。
くね。うん。おっと、うわあ、くそ。今俺のクラクションを今警戒したな。あ、そうそうそう。そして横にずれたらカメが来た。あ、ごめん、ちょうどしなくなった。なんかまた何か引っかかった。うーわ、マジかよ。いや、まずい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 。11は勘弁しかない。ああ、嘘嘘、6位になっちゃったよ。うわ、キノコ使えると思ったら失敗した。アイテムが違った。あれあれ、おや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 、あれ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 、うるさい、もう。かおりさんお疲れ様でした。だって、あ、もういなくなってた。いないよ、もう。あ、もういなかったのか。リロリロ悔しい。だってあ、プシさん、こんばんは。プシさん、こんばんは。プシさんは来ないの？いやいや、もうすぐ終わるからいい。あ、ハルさんがね、ポンヌさんが部長に勝ったので寝ます、だって。どんどん、どんどん、なんか楽なあれになってるな。あ、おやすみなさい。おやすみなさい。やばい。わあ、もう。お、ポンさん頑張ってんね。うるせえ。ちょっと面白かった今。あー、もう、おー、ゴーマッコソ。あー、しまった、フロード、フロード、ダメだな。こういうとこどうにかしないと。来るか、やっぱり。うわー、マジか。うわ、うわ、引かれるとか。こうなんだ。くそ。あー、ビリだっちゃった。ごめん、最後俺がな。
カルさん、鼻ちょうちん。ああ、なるほど。20.11。プチさんがめっちゃ惜しい。なあ、もうちょっとだったんじゃ。今日初のあれか。ほら、部長の得意コースだよ、ここ。得意コースっていうか好きなコースなの。でも俺の中ではポンドハーバーと呼んでるんだけど。好きだよ、ここ。景色が良くて。いいね。俺な、景色なんか楽しめないわ。サスケもここな、練習してたね。マネキムさんに全部持ってかった。あれ、あ、しまった、もうダメだ、してる。僕がいいよな、なんか周りから見えてる。マジかよ。あ、こんなところにキノコがあった、もったいない。よいしょ。な、来たからだよ。ここは赤食らわないと面白くないでしょう。違う、面白くないわ。食らったら面白くないよ。いや、疲れてきたぞ。結構疲れたよ。チャンスだ。いや、みんな疲れてるでしょ。いや、疲れてないよ、私は。タフだね、ゴマさんはもう。政権かどう思うかどっちか今悩んでる。ああ政権伝説だったっけ、何だったっけ。進んだ政権、今ね、ブースターブーまで仲間にした。仲間じゃないか。ブースターブー仲間にして、もうレベル30まで来ちゃったんだけど、どうすればいいかい。すごくレベル上がるのよ、今回。
おぉすり抜けてった。マジかい。マネキン飛んだ方がいいの、それとも地上の方がいいの。あれチョニフどこ行ったんや。いた？いた？前？浮いてったよな、うん、一番前じゃん。いや、マネキンさんっぽいな。落ちたな、さては。うわ、怖い怖い。なんかパンヌさんがかなりの遅れをとっている。え、見て、え、パンヌさん、黒くなってた。アキラ、あ、マネキンさん、あ、わざと落ちたな、くそー。そうなの、すごい。でも、あれだな、追い抜いていかない。あ、よいしょ。もう事故った。潰れるとか。ありがとうございます。今入れたんかな。え、今入れたんかな。そうでしょう。あれ事故がまだ終わってないか。事故で二人でなんかやり合ってたの。違う、音符ちゃんに潰された。ああ。はーい、ちょねちょね、ラスト。もう眠い、これでおしまいします。はい、 はい。いや、俺たちももう少し、うん、もうちょっとだな、やったとしても。しょうがない、政権かどうぼり、どっちかやるか。すごいね。まあ明日休みだからね。ああ、まあ。まあそれでも30まで起きてるけどね。この中でもしかしてプッシーさんいたりすんの？なんかいそうだよな、実は。また名前変えて。名前変えて。この変な黒人さんじゃねえ。なあ、俺もそう読んでんだけどな。金継ぐ。うん。7500ぐらいだった。なんか違ったっけ？そんなぐらいだったような気もしねえでもねえんだよな。あ、ココミさん、どうもりやってよーだって。あ、しまった。はーい、キャラ何かちょっと見てみて。あー、違うなあ。と P から始まってる人もいたよね。あー、最初な、 P だけとか。うわー、しまった。この超ネーフンめーバイ。だから美味しかった。くっそ、金継ぐいた、金継ぐ、しずえさん、しずえさんか、しずえさん。うー、マジか。ファイアボール俺だよ。マジか、ごまこ。あ、これは？うわ！それ、しずえさん？違う違う。うわ！マジか！ボブ、くらった。くらった。ごめん。ピー。
ジ。ありえない危ない危ない。ピープ。なんかすげえことする。ああくそ。やったやったくそ。マジか。やられた。バランスすんだね。あれ部長。うるさいうるさい。もうそうかも。ピープシグマとかいうのが。なんかなってる？あのゴールドマリオだったから、プシさんかもしれない。ほらほら。あれいなくなっ、ありがとうございました。いるんか。あ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみ。バイバイ。バイバイ。またね。はい、またお願いします。あれジョネフいるじゃん、なんか。コンピューター。コンピューター、ジョネさん。あ、エキサイトバイクだった。やったぜ。そう。ほら、ピープシグマっていうのが。ああ、そうだな。あれ、あ、そっちか。そっちだな。電源入ってる。電源が。多分それプッシーさんだな。シグマって何？いや、わかんないけど。全部コイン持ってかれるんですけど。まあ、地道に。危ねえ。俺かい。クソゴマコだなこれ。ごめんね、2つ持ってたの。マジか。おおお、コインなしコインなし。あ、しかも抜かれてた。クソ、赤子ら人も抜かれるのかよ。ちょ、まだまだこんなまだこんな序盤で。うわ、しまった。あれ絶対プッシーさんだわ。だってコメント来なくなったろ。うん、でもなんかチョネさんお疲れとか言って言ってる。いや、まずってる。あれ、ちょうどくまだやってんのさては。うーわ、まさかー、やったー、トンネさんいい最後。もうすごい、やったやったね、ポンヌタン。やっそー、チョレンチョレン、あ、チョレンチョレン、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。なんでまだ戻ってくるの？でもあれ違うんかね。あれコンピューターなんかね。かわいい。あの海かわいいよな、トネフの。うん。ピープ、どこにいたピープ。どれなんだろう、あの左下のやつかな、オレンジの、うん、オレンジ色、多分ピープさん。あ、ほら、ピープシグマって言ってるよ、うん、どれだ、わかんないな、あの顔。茶色っぽい髪の毛に、そうそう、
この静江さんだっけ。あ、違うな、違う、あのマリオ。あ、でもわかんない。アネキーヌさん、ヨッシーになってる、うん、アネキーヌさんといえばヨッシーでしょ。あ、そうだね、ナルティンでは。あ、そうなん、マリオテックでいけば、うん、私、ワンワンかなと思った。いやワンワンもうまいよ。あ、うー、マジか、そこでと使ってくや、うーわ、なんだそりゃ。ごまこくらえ、うーわ、マジか。部長覚えてろよ。シグマがいたぞ前に、うん、うわ、しまった。やっちまった。あぶね、なんか嘘してるな。あぶね、くやー、あー、まずさ、大丈夫か。うーん、ここは取りたかったな。うーん、うまそう。うんうんうん、こんなタに向かった。うーん、危ない危ない。うわ、まずい。くや、ダメだ、逃げ切った。あ、3位になってる、ピープシグマが。あ、そうなんでしょ、ブシーさん。あ、そうかも、あのオレンジかもしれない。そうでしょ、うん、まあ、すげえ顔の人がいるな、おい。鼻の下に目があるよ。触覚生えてるわ。あれ、なんかのキャラなんかな、なんかでも時々見るよ、あれ。嘘、多分別人なんだろうけど。プシーさんが何か書いてるよ。プシーが隠れるようにしたかったので、うん、単語に特に意味はないとのことです。何だそれ。どういうことのように。だからさ、あっ、これ危ない危ない、なんかみんな、いやー、やっちまった。もう一体何に当たってるんだ、もん。うわー、マネキーノさんか。ゴマコ前にいるんかい。うわ、部長か。違う違う。俺は
赤は持っていなかった。そうだよね、うちがそんな大人げないことするわけないよね。うわあ、危ねえ。あいつ。はい。プチさん3位。うん。とのことです。友達なんかね。そうなんか。という設定。あ、また書いてる、なんかピープシグマ。え？ピーピープシグマ。触覚みたいなミーはゲーム実況者のキヨさんのミーですな、だって。そういう人がいるんだ、じゃあ。それを真似してるんだ、じゃあ。キヨさんっていう人なんじゃね。違う。いや違う、多分真似してるってことでしょ。だって俺時々見るってことは、そんなな、しょっちゅう会わないだろうから。陽気だって、プシさんが。え、よき。なんでだよ。まあ、これは行こう、もう。いや、しまった。うわ、取れんか。なんかコインがいっぱいある。うん、コインが全然取れん。事故る事故る。あ、ポンタだ。映像中、映像中。うわ、プシー3回。すごい、ゴマさん。サスケさんサーキットにしよう。いるね、結構。
よし、じゃあ30分までね、30分あと10分はーいはーいもう疲れてるね大野さん、これからだよ、これから。いや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 、もうさすがに疲れたよ。マリカーだけでな。あ、ちょねちょねだ。嘘。ゴマさん早いだって。ミスった。まだ寝てねんかい。寝る準備だ。ね、プシさんがね、今度いると見せかけていないドッキリしてみたいな。うん、しまったしまった。危ない。うわぁ、取れん。おっと、あぶねぇ。わぁ、くっそ。そりゃまあ、そうなるわね。ね、ちょねちょねがね、部長は明日お昼寝王子かなって。だからさ、いやいや、そんなことはねぇ。あるな。いや、あるな、あるな。俺も一票、そっちに。うん。うーわー。マジか。うわ。あっぷね。あ、こごみさんだ。こごまさん、すごい。うわ、なんで後ろに投げるんだよ、クソ。うわ、ゴマ子。ちょろちょろだね、ゴマさん、ナイスクラクションだって。ありがとう。おりゃ。うわ、もう。これはここで使うしかないか。最後でやめるのか。あ、そうだった。いやー、まずいなネイチャーロード走ってなかったな。ネイチャーロードスノーマウンテン結構走って願ったっけ ?2 回ぐらい。1回だったっけ今のは。俺どこも好きじゃないからもううまかった。メイチャーか、俺なんかんないもん。慣れておかないと、いろんなコースに。いや、もうとりあえず初心者捨てコースを作っとかないと。まあ、くっそ、プッシュさん、なんだかんだ言ってプッシュさん早いよなぁ。あ、スタートにしよう。もうマネキングさんと同じとこのコースどう？こりゃねえよ。うーた。おぶねえ。うわ、大丈夫か。なんかラッキー。あ、
相手に押されながらコインを取れるとか。いやー、これはまずい。うわ、うまいとこにバナナ置いとくな。いやー、これ赤か。くっそ。いや、あれはまずいわ。くっそ。あぶねえ。だからさ、もう、うわ、マジか。くっそ、うっそ。いやー、まー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 、おやおやおや。くっそ。これはまずい。じゃあロードもね、得意になっとかないとね。そうだね。くっそ。よし、じゃああと2レースだな。あと2レース。去年のコメントが面白い。いろんなコースない。さっきと全然性格変わってるよな、ね、もうな、もうレース後、くっそ。あ、武士さんのやつあるよね、そういうのね。ここでいいアイテム来いよって思う、終盤だっていうのに。キノコ1個とかね。絶対これね、違うよね、あのボイちゃんの時とね。うんなよ、もう。落ちちゃった。うわ、くっそー。これよ。うーん、取れん。あー、うそ、なんで落ちるわけ。ああ、もうちょれちょれね、嫁さんと子供起こしちゃうから、あんま大きな声で喋れないのさ。だって声の大きさは関係ねえよ。内容だよね。そうそう、内容の話をしてるんだよ。俺かい。サンダー来い、サンダー来い。来い。ポンヌタにキラ食らわれたんだけど。うわマジか。これ落ちるしかねえか。大丈夫か。もう一気に8位かよ、もう。やぶねえ。なんでそこで落ちるの、また。あー、怖い。うわ、マジか。くっそ。うわ、もう終わったわ。全然ダメ。おプロシーさん、くっそ。
あれ1万だよ俺だけちょんちょん部長会員になればなるほどレントラーだからさもうあソフィーさんこんばんは。あこんばんは、はじめまして。はじめまして。あこの部屋にいるのかな。何ポールさん喉の調子よくしてなんかいい声出そうとしてんの我ながら、いや似合わない似合わない、まだ似合わないな似合わないぞ。何さんだったっけ。どうもこんばんは、ソフィーさんイケボ。俺にはそんなイケボ出せないわ。ここの中にはいないみたいな。あーいないか。あーもうまあ楽しそうですね。だってソフィーさん、あーそうだ、ありがとうございます。マリカされるのかな。まあそうかまあうん今度ぜひ一緒に。行け、もう一丁行け。あぶね、うわー、おかず持てたのか。あ、マネキヌさん前にスク使ってるんだ。あ、コホミンさんが楽しい宗教集団ですよ、だってなんで宗教集団あ、チョレンチョレンがみんな愉快な人たちなんですよだってさっきなんか静かだったのにそうだよね。いやチョレンチョレン、こらここ見んだってほら、チョレンチョレン急に上手すんだってあっぶねーな、もうゴマコか、これは。あ、ソフィーさん、マリカやってますけど、いや主さんみたいに上手くないです、だって。いやいやいや、いや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 、そんな、なんでそんなことないよ。なんで主さん出てんのに違う人がいやいやいやって言ってんの。あ、ちょれちょれ、せっかくの勧誘だったか、勧誘チャンスを。あ、いや、ここにいる人たちね、4000台とかね、2000台とか、うん、そういうのが多いから全然、うんうん、大丈夫大丈夫ですよ。あ、でも今回はこれで終わりにしようかもう20、うん、もう、あ、今日は部長に勝てた、支えはい、はい、あ、よかったよかった、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ソフィーさんまた遊びに来てね。うん、ココミさん泣いてるめっちゃ泣かした、蝶の F が。うん、超泣いてる。あ、チョロチョロも泣き出した。なんでなんでこんなの。だから宗教って言ったから、うん、せっかくソフィーさんを入れ、うん、仲間に入れようと思ったのに、うん、どっか行っちゃうじゃん宗教なんて言ったらあのなんかほら怪しい宗教集団ですみたいなこと言ったじゃん。あ、楽しい宗教集団ですよ言ったから、こらここ見んって怒ったん、ちょねちょねがそういうことな、うん。あ、ここでボイちゃんの気分でね、出ちゃうから。はい、はい、ありがとうございます。マネキンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、ソフィーさんまた来てね。あ、ソフィーさんまたよろしくお願いしますちょねちょねもありがとう。あ、ありがとうね、長時間、うん、
挙じゃないよソフィーさん。え、なんて書いてあったの？え、宗教って書いてある。違う違う。ココミさん、あつ森で待ってますだって。誰かをあれなんかな、ロマさんじゃね、ロマさんを。部長頑張らないと招き犬モータークラブになっちゃうよだって。くっそ、招き犬さん調子悪いとか言っても徐々にもうまた上げてたからな。うん、うん、強い、強かった。なんか納得いかねえのか、プッシーさんもなんかな、1位取ったりするからな。プッシーさんもうまいでしょ。まあね、部長だけがいない、プッシーさんなんか書いてるよ、部長だけがいない部活が始まるだって。あ、まだ入ってんのかな、じゃあ。あ、みんなが残ってるのね。うん、残ってるかもしれない。はい、おやすみなさい。MMC。MMC。招き犬モータークラブ。ちょねちょね、おやすみ。ゴマさん、今日は安眠できるぞだって。はい、うん、安眠してください。よし、じゃあ、ん、これはもう切れてんのかな、なんか。うん、切れてるね。うん、じゃあそれではありがとうございました。ありがとうございました。ごまさん、まあ寝ないけど。それではおやすみなさい。おやすみなさい。失礼します。またね。